ペー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 みたいな感じで飛んでますけど、コウモリです、私。今日は、ハロウィン特別企画ってことね。来ちゃったよね、これ。うん。以前ね、あったんですよ。この、クフがやる、クフすぎ都市伝説って。でもなんかなくなっちゃったんで、また復活させようかなと思ってね。せっかくハロウィンとか、こういう、なんかね、パラグライダーみたいな。みんなで、とか、パラグライダーみたいな。これ決めたんですね。だけど、ちょっとでかくてね、ちょっと。コウモリクックがね、なかなか映れない感じでね、ちょっと見ていただきますけど。もうね、クックすぎ都市伝説スペシャル、来ちゃったね。今日は、そのうちのどれかじゃなくてね、クフ秋夫っていうのやったんですよ、私。クフすぎ都市伝説とか。だから私、クフ秋夫ですよ。来ちゃった。新時代の幕です。私ね、結構、友近がモノマネしてた、関秋夫のやつの練習いっぱいしたんだけど、忘れちゃったね。消防音の子。今、48の工夫ギャグには入れられないけど。ということで、また相変わらずね、どうでもいい話からやってるわけですけども。まあね、都市伝説ものいっぱいあるんですよ。まだ他にもあるんでしょうけど、ちょっとね、ベスト10みたいな、興味あるとこベスト10みたいな。なんかね、ちょっと違うかなみたいなのがあるんだけど。まずね、エジプトものってあるでしょ。あれはもう、クフ王の教えがあるから、クフ王もエジプト出身みたいなもんで、ね、気持ち的に。あれは都市伝説じゃなくて、もう真実ってなっちゃった、クフの中では。だからね、エジプトのあんま入ってないんですよ。だから、エジプトの大好きですよ。大好きって、あれはもう故郷みたいな話なんで、あれはね、クフの中では都市伝説入ってますよ。それ以外で、ちょっと入ってます。日本のものとかもね、ちょっと都市伝説。まあね、謎が好きなんだよね、クフは。謎謎とかもあるんですけど。だから謎はもう全部、クフの大好物。謎食って生きてるみたいな感じなんで。で、やっぱりね、一番は何かなってなると、異世界ものがね、好きなんだよね、クフは。ゲラゲラとか、ああいうお話も大好きだし、あったらいいなと思って。ボイニッチ、思考みたいな謎の書籍とかあるの。もうとにかく好きなんですよ。キサラギ駅とか。一番ね、なんかすっげえ怖くてあれなんだよ。なんかよくわかんないんだよ、世界。なんか、だいたい異世界持って人がいなくなって変なのが動かなくなるんですよ。あれちょっと、やっぱりね、その識字率っていうかちょっと文字が違うみたいなね。あそこら辺もね、なんかちょっと気持ち悪くて。我々空腹的にはね、ちょっとあるんですよ。本当にパラレルワールドなのかもしれないし、ちょっと違うかもしれないし。ここら辺はね、本当にこの空腹すぎ都市伝説が復活した時にですね、ちょっとずつちょっとずつ研究と解明をね、していけたら、嬉しく存じ上げるという感じですよ。うん。まあ、信じないも信じるもあなたが決めてねっていうね、パコーン宇宙の話ですから、今、空腹はね、やりすぎと人生のパコーン宇宙派ですか。音楽いいね、パコーン宇宙が。オリジナルなのか、無料なのかわかんない。なんかパコーン宇宙しか使ってない音楽たち。あれはね、ちょっと買いたい。ちょっと、空腹すぎでも使わさせてもらいたいですね、パコーン宇宙のさ。ちょっと夢中なんですよ。ね、続々家族旦那チャンネルさんね。あとはですね、次はパラレル宇宙、多次元コードです。宇宙がもうマルチバースですよ。いっぱいあるよって。これはね、その、二次元の世界と三次元の世界の違いを考えれば、三次元の世界と四次元の世界が考えればいっぱいあるよ。で、この四次元と五次元考えればこうなるんだっていうので、宇宙がもういっぱいあるみたいな可能性あるよって。あと、見える世界と見えない世界もあれになってるんですよ。カタカムナ的な。あれはね、面白い。ああいうことか。だから、結構ね、それってこれパラレル、それを、羊はパラレル中ものって入れちゃってんだとかあるんだけど、ちょっとね、こう、全部が全部こう、あるんですよ。全部こう、線が引けないですよ。またぐなよって思うんですよ。長州力に言わせれば。大仁田湾の時はまたげなのかな。あとは、まあね、
この世界は仮想現実っていう動画もちょっとやりましたけど、あれで中途半端でね、終わっちゃってますけど、シミュレーション仮説ですよ。ここ書いてあるよね。この世界は仮想現実っていう。ね、なんだっけ。アイアンマンのあの人も、これ好きなのね、って言ってんだよね。もう、ほぼ 99% ぐらい、もうそうでしかない。この世界ゲームと同じだった、ね。マトリックス。まあ、あれもね、もうちょっとね、やりたいね。で、それとその量子とこの世界って、あれ分けたんだけど、ね、分けたんだけど、ね。あと、日中同祖論的なやつ、これちょっと広くまとめちゃったんだけど、まあ、人間のね、始まりみたいのは、どこかみたいなやつありますよね。キリスト日本にいたとかね。失われた十種族みたいな、ね。まあ、これ、この前さっき、ちょっと N 剤でも言いましたけど、まあ、これはね、結構好きですね。これでこことその日本のそのルーツみたいなどんどん関係してくる。そこ日本物もここに入ってます。で霊とか魂とかスピリチュアルってね死後の世界とかね輪廻転生とか。ここすごい。まあ霊能力のクックっていうキャラもクックもちょっと霊能力使えるって言い張ってるんですけど。これも霊能力。で、漁師の世界とか引き寄せね。こうね、いけすけないおばはんとこが引き寄せられて、法則があって、だいたい金だけつぎ込んで終わって、何も引き寄せられないっていう。あるあるネタなんですけど、クフは本当のガチ引き寄せ。クフ寄せの法則っていうのを知ってやってますから。ここもね、コウモリクフも引き寄せられてる。ちょっとただやらせていただくっていう話なんですけど、なんか、音ぶっこみたいなと。タスクみたいな。オラみたいな。一本ゼロクッフッみたいな。エルボーから、一本ゼロクッフッみたいな。パッあーあーあーみたいなのもあったけどね。あのね。あの、柔道の描写もありますけど。これはね、48のクッフギャグの一つにしますね。で、未来人とか予言で、これね、7位っていうのはちょっとクフフとしては不服なんですよね。これ、実はクッフ2位か3位じゃないのっていう。結構好きですよね、未来人。ジョン・タイタン。好きですよね。他の人とか来てたりとかね。あと予言系。パパ・バンガとか。あと、ちょっと忘れたけど。グレイブ・ハミルトン・パーカーとかね。まあ、そういう、なんかいっぱいいるんですよ。それって結構ここに見てますよね。集まってると思う。三月新人。たつき涼子。直木町。こうなっくらい好きなのよ、ちょみたいな感じですね。8位の縄文人系、結構縄文人の謎とかね、縄文人文化とかね、宇宙人と共に作ったじゃないですか、ね。土偶とかあるじゃないですか。あれも宇宙服そっくりっていうか、もう宇宙人、宇宙服っすよねっていう。あれはね、もうちょっとやりたいところだし、DNA 系がね、これ、都市伝説で言えなかった。ここになっちゃった。DNA が都市伝説だったら、DNA あるから。信じる信じないじゃなくてあるんで。で、Q が宇宙人、地底人系ね。レプテリアンはね、あんまり好きじゃない。あんま信じてない。うん。紛れてないと思った。この、地球人の中に。そのね、擬態で変身してて、なんか目が、目ん玉がね、黒目が縦になってるやつは、トカゲ人間だみたいなこと言われてますけど、それはね、ちょっと、っていう。それはないなって。まあ、あるかもしれないですけど。ちょっと空は死んでます。まあ、羊だけ。そこら辺は、人間の皆さんにも分かってもらいましょう。イルミナティとか、そういう、やらせ系ですよね。この世界、筋書き書かれてて、それで動かされてる。漫画のワンピースとかね、そういうのが好き。これはまあ、たしなみ程度で好きって、そんなに好きじゃないっていう。嫌いでもないけど、まあ、一応は知ったの、聞いてはいるけど、まあどうしてもいいかなって。なんでかっていうと、それがあってもなくても、どうせこっちの3位のシミュレーション化するってゲームなんだから、やらせてもやらせなくてもやらせなんですよ。ゲームの中で、その王様だとかって言ってるけど、どうせ王様も操られてるんで、ゲームだってましたね。ドラクエの中にいる王様は、
ゲームの中で偉いかもしれないけど、ただのデータに過ぎないじゃないですか、ゲームの中って。だから、あの別にイルミナティのそういう上の人がいたとしても、フリーメイソンとかね。別にゲームの中で王様演じてるだけじゃないですか。あんな気分ですよ。コウモリクックもキャラクターだし、王様のキャラも多分キャラクターですよ。ボフ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 みたいな。ペーペーコーピーコーピーコーピーペ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 レレ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 レペレレレレ羊ちゃんみたいな。ペコリ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 ピロ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 羊ちゃんピピピピみたいな。ペレペペ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 羊が一人で踊ってるよみたいな。ピロピコピピピピロクフフフピロクフフがいつもピーピーちょっと今日歌詞が入ってます。ペペ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 ペ羊が来ている。いつでも羊がピピ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 ピいつも羊変なことをピロリ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 ロドン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 ペー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 グーフーフー羊近づいて近づいて遠ざかる遠ざかるグーフーフーフーコモリドラキーは一撃で死んじゃって死んじゃってペコリできれ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 戻ってきてこれクッフギャグピロリロリーンペペペペペペペーンみたいなね。もうこれドラクエ祭りのクッフ。クッフはねドラクエの歌でね歌を歌う、番組でやりたい。クッフすぐ出しね、ちょっとまあいいけど、まあ、分かった、初期のドラクエや、クッフのクッフの初期のドラクエは半端なかったでしょ。メドレーが歌うの初期のドラクエのねあ僕たちはピピピピピピ作られて、まあ、また作られては出て行かされるのかあーってもあるかね、大空を飛ぶこれ工夫